こんな感じで連合を組んでドラゴン退治っていうところがなかなか面白いと思います。皆さんこんにちは、ジェイソン・オルゴムルダーヒレイヤー。はい、ということで皆さんお待たせしました。今回紹介する連合はこちら。はい、こちらレゴクリエイター中世のお城です。はい、今回はこちら組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売されたレゴクリエイターです。この前募集したアンケートの結果が、中世のお城と海賊船の2つが一番人気だったんですけど、とりあえず自分が作りたいなって思ったものを作ろうと思ったので、今回はこちらの中世のお城を作りたいと思います。はい、外箱はこのようになっていて、この中世のお城めちゃくちゃでかいですよね。こちらはレゴクリエイターですので、こちらの中世のお城以外に城の塔と中世の市場に組み替えることができます。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は 14,980 円で、ピース数は1426ピースです。まあ、ちょっと最近テレビの取材とかもあったので、レビュー動画あんま出してなかったんですけど、久しぶりに動画にするのでめちゃくちゃ楽しみです。では開けましょう。おお、ちょっと見えづらいんですけど、パーツがめちゃくちゃぎっしり入ってます。おっと、おお久しぶりだなこれはい、中にはパーツが入った袋が全部で9個と、プレートパーツが1枚と説明書が入っておりました。組み立てレビューが久しぶりで、パーツめちゃくちゃ多いので頑張って作りたいと思います。では改めまして、レゴクリエイター中世のお城を組み立てます。
中世のお城です。いや、久しぶりにこういう大型セット作ったんで、めちゃくちゃ作るのが楽しかったです。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で4時間かかりました。この中世のお城の完成度がまあとにかく高いです。ではこの中世のお城に付属するミニフィグについて説明したいと思います。この2体が兵士で、これが鍛冶屋で、これが骸骨で、そしてこちらがドラゴンです。おー、やっぱね、中世のお城といえばドラゴンですよね。まずこちらが兵士のミニフィグです。こちらの兵士は女性になっております。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ちなみに紋章は鳥の形をしていて、黒色とシルバーが使われております。個人的に言えばこの紋章めちゃくちゃかっこいいと思います。はい、もう一体の兵士はこのようになっていて、弓矢を持っています。ちなみにミニフィグのプリントパーツは先ほどの兵士と全く同じものになっております。続いてこちらは鍛冶屋です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。これ見た目だけで鍛冶屋ってわかるんですけど、僕はどっちかっていうとなんか海賊の乗組員みたいな感じに見えます。続いてこちらの骸骨です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。骸骨については今まで作ってきた骸骨と全く同じものになっております。はい、そして最後はこちらのグリーンドラゴンです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。先ほども言ったんですけど、このグリーンドラゴンがとにかくかっこいいんですよね。近くで見るとこのようになっていて、ちなみにドラゴンのこのパーツは植物の葉っぱパーツになっております。そして胴体はこのようになっていて、胴体については結構簡単な作りになっております。翼の色は緑色を基調としております。続いて足はこのようになっていて、足も結構簡単な作りになっております。そして背面と尻尾はこのようになっていて、背面と尻尾も結構簡単な作りになっております。そしてこのグリーンドラゴンにはボールジョイントやヒンジパーツがたくさん使われていますので、このようにグリグリと動かすことができます。このグリーンドラゴン自体が小さいパーツや簡単な作りが多いんですけど、これだけ動くのはめちゃくちゃ優秀だと思います。こんな感じで空を飛んでるポーズができたり、このようなダイナミックなポーズも決まります。僕思ったのはこのドラゴンなんですけど、トイザラスとかに売っているポリバッグのセットにあってもおかしくないですね。いや、これはね、単体あったら僕絶対3体は買ってましたで、このドラゴンにはなんとミニフィグを乗せることができます。はい、こんな感じでドラゴンライダーにすることもできます。いや、このセットでドラゴンライダー再現できるのめちゃくちゃいいですねはい、続いてはこちらの中世のお城を見ましょう。この中世のお城めちゃくちゃかっこいいですよね。岩の部分についてはグレーやダークグレーで岩を再現していて、建物については茶色と黄色のパーツが使われております。なんか黄色いお城といえばゴールドレゴのイエローキャッスルを思い出します。後ろから見るとこのようになっております。いや、これ後ろから見たら城の内部が見れるのでめちゃくちゃワクワクします。ちなみにお城のこの部分がヒンジになっていて、このように稼働することができて、でちょっと見えづらいんですけど、この部分が合体ジョイントになってますので、このように合体させることで、はい、このようにひとまとめにすることができます。で、このまま全体をぐるっと見回すとこのようになっております。いや、このギミックは本当によく考えられてると思います。では近くで見ましょう。まずこちらが縄文部分になっております。この部分に紋章があります。ちなみに紋章なんですけど、このように回転させることができます。これ回転するのは全然いいんですけど、これどうせだったらヒンジパーツでガチッと止めて欲しかったなって思います。そして2本の塔はこのようになっております。このグレーとダークグレーが使われることによってお城感が出ていて、でさらに下にはグリーン系のパーツで苔とかを再現していますので、結構歴史的なお城に見えるのもすごいいいと思います。で、反対側はこのようになっていて、こういったところにレンガパーツが使われているところがとてもいいと思います。ちなみに反対側には鳥がいて、このように木が生えていて、でさらにこのハンドル部分がついております。ちなみにこのハンドル部分を回転させると、この桟橋が上に上がります。では行きます。おー、いいね、これ。はい、このように閉じることができます。で、戻すときは逆回転させることで、はい、このように桟橋を倒すことができます。で、城の内部はこのようになっていて、内部については結構割と簡単に作られております。反対側はこのようになっていて、で反対側のこの部分がちょっとした部屋になってるんですけど、これなんだろう、見る感じなんかトイレっぽく見えるんだよな。これは何なんだろう。そうそう、言い忘れてたんですけど、このようなジョイントが使われていますので、このように合体させることができて、で簡単に分離させることができます。なんでこういう感じで独立させてるようにすることもできます。はい、続いてはこちらの鍛冶屋を見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。
このカジヤの造形もめちゃくちゃ面白いですね。まず外側から見るとこのようになっていて、建物については柱が茶色になっていて、壁は黄色のパーツになっていて、屋根はネイビーブルーが使われております。そして僕これすごいなって思ったのがこれですね。これ何なのかというと風緑になっていて、この風緑があることによって昔の中世の家を再現しているところがとても素晴らしいと思います。この風緑も結構よく作られてると思います。そして鍛冶屋なのでこのように煙突があって、さらに下には風車がついております。ちなみにこの風車はこのように回転させることができます。で、横側にはじゃーん、このように鳥が3匹ついております。この2体が鶏で、これは何だろう、オウムかな。で、あとはここに的があります。そして内部はどのようになっているのかというと、はい、このようになっております。下は鍛冶屋になっていて、2階はこちらは王の間になっております。王の間というよりかはなんかどっちかというと鍛冶屋の家に見えますね。じゃあまずは鍛冶屋から言いましょう。この鍛冶屋もね、結構よく作られてるんですよね。この部分で剣を作っていて、この部分がかまどで、これが鎧になっていて、で、階段の下には宝箱があって、このように簡単に外すことができて、中身はこのようになっていて、金の延べ棒や宝石が入っております。そして階段のこれは何なのかというと、これなんとネズミとチーズになっております。こういう可愛らしいところも再現してるのもすごいいいと思います。やはり鍛冶屋のかまどの内部はこのようになっていて、ちょっと見えづらいんですけど、中には赤色のクリアパーツが使われております。はい、続いて王の間はこのようになっていて、ここが王の椅子になっております。まあ僕の家に王様のミニフィギュアがなかったので、まあとりあえず鍛冶屋で代用したんですけど、これめちゃくちゃいいですねで、そしてこの鍛冶屋にはギミックがあって、後ろの風車をこのように回転することで内部と連動して剣を作ってるようにすることができます。では回します。はい、こんな感じです。ちょっと見えづらいんですけど、ハンマーがこのように回転して剣を作ってるように見えます。ちょっとだけ明るくしてみると、はい、このようになります。さらに逆回転でもこのようにすることができます。はい、続いてはこちらの見張り台を見ましょう。ちなみに見張り台はこの部分になっていて、この下の部分は何なのかというと、牢屋になっております。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。近くで見るとこのようになっていて、見張り台の造形については先ほどの鍛冶屋と一緒で、柱が茶色パーツになっていて、一部に黄色いパーツが使われております。見張り台のこの部分は先ほどのお城と同じ造形をしていて、内部はこのようになっております。ちなみに牢屋はこの部分で、この部分は食料庫になっております。ちなみに牢屋のドアはこのように開くことができて、中に金色のカップがあります。そしてこの牢屋にはギミックがあって、このヒンジパーツを下げることで、はい、このように壁を破ることができます。まあ、こんな感じで付属の骸骨をこの牢屋に入れて、で、この部分を剥がしてこのように脱獄させることができます。これは今のレゴでもよくあるギミックですね。そうそう、忘れてたんですけど、こちらのセットにはこの井戸がついております。ちなみに井戸の全体はこのようになっていて、テクニックパーツが使われていて、この部分でバケツを吊り上げることができます。で、あとはこの部分にカエルがついております。これは結構よく作られてるかなって思います。はい、このようにミニフィグを置いてみるとこんな感じです。いや、これめちゃくちゃ雰囲気あるな。で、このレゴクリエイターなんですけど、個人的に一つ欠点を言うのであれば、兵士のミニフィグの数が2体だけなんですよね。なんか2体だけだと、なんか、まあ、盛り上がりとかに欠けてしまうかなって思います。まあ、どうせだったら2体追加して、1体が王様で、もう1体が兵長みたいな感じのミニフィグを入れてほしかったなって思います。はい、とりあえず僕の家にある兵隊のミニフィグを追加で並べてみました。まあ、兵士の色やデザインは全然違うですけど、このように並べることで大軍感が出てめちゃくちゃいいと思います。こんな感じで連合を組んでドラゴン退治っていうところがなかなか面白いと思います。はい、レゴクリエイター中世のお城はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター中世のお城を組み立ててレビューしてみました。久しぶりのレビューでこういった大型レゴを作ったので、作るのがめちゃくちゃ楽しかったです。この中世のお城自体がすごい大きくて、クラシックレゴをオマージュしているところがありましたので、昔クラシックレゴで遊んだ人にとってはちょっと懐かしさを感じられるとてもいいセットだと思います。あと個人的に言うのであれば、この中世のお城で作れるこのドラゴンがすごいいいと思いました。これは先ほども言ったんですけど、ポリバッグのセットの中にあってもいいんじゃないかなって思いました。次の動画ではこちらの城の塔に組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。